はいどうも皆さんこんにちは、三軒茶のしんぺいです。今日も言霊やっていきましょう。ということで今回はですねガチャですね、極み言霊祭り引いていきたいと思うんですけども、ここ最近ね僕極み言霊祭り結構スルーしていたことが多かったんですね。なので、今回のガチャもそうなんですけども、前回のねガチャとか、のピックアップ対象に関して手に入れてないキャラクターが結構多いんですね。んしゃかとかイカイスカとかうつろとか一戦十辺とかグライズとか、この辺ね僕持ってないんですよ。なのでまあ今回ねその辺も狙いながら引いていこうかなと思うんですけども、一応、今日の5時ですね、生放送の方でガチャをちょこっとだけ引きまして、東海ギャフトに関してはゲットしております。まあねそのガチャの様子は生放送をご覧いただければ見れると思うので、ぜひそちらのねアーカイブも残ってますのでそちらもご覧ください。ということで今回はですね年狙って、まあもしくはんしゃかとかねイカイツカとかあの辺を狙っていきたいなと思います。70連とりあえず引いていきましょう。おーいいね、いきなりお花が咲いて、今回ねまあ運営が出ても引き続けようかなとは思います。どんまあね、ただカーポに関してはもう持ってるので、雪村いねるですね。はい、ムカーポに関しては持ってるのでそこはね、ちょっと避けたいところですよね。はい、僕ね音源神で持ってないのは、コンフォーゴーダセットのみでございます。さあ20連目、まあまあこんな時もあるさ。二次変化を期待して、おお新尺かな、のはジアタボッシュですね。弱体ガード持ちの死、いいですね。30連目、よし流れ星、流れ星の安心感たるや半端ないですね。おーっとはとはあお糖水、複雑な気持ち。まあね糖水とかに関しても、まあ、そのうちね祝福の解放とかがあると思いますので、まあかぶっておくには越したことないですね。さあ40連目、二次変化、うまくいかないか、そうこれ2次ランクアップはきついか、頼む、難しい。さあそろそろね4号のキャラクターたちも、服がね90になってきそうなキャラクターが増えてきました。まあこんだけねガチャ引いてれば増えてきますね。さあ50連目、おおいいよ流星群、さあ2体のうち1体入っているのか、そこが気になるところ。うん、こい、うん、いやーもう、おー、なんかすっげー出た、すっげー出たけどなんか違う。はい、踏み、うん、はいだろ、はい、あ、排水の陣、そっちですか。あわ、愛かこれ、愛ですね。コア？効果とか？おお、孤独さん。まあ、何気に神引きなのか？いや、まあ、欲しいのは無縁。無縁なんですよ。頼んだ。よし、いいね、流れ星。いやお願いしますよ、使ってみたいんですよ私も、セクメツトで、おいでクは違う違うクは違う、体育のスイーパー。
いやマジで過去の限定も出ねえな。過去の限定あわよくばと思ってたけどきっちいな。さあラスト10連。いやあ流れ星よし、いいよ。さあ複数体確定、これで1体は出てほしい。いやた頼むマジでね。出てくれ出てくれが出てくれ。もっとうわもう燃える。いやとはあー東海ですらないと。なるほど。続く